じいちゃんです。道の駅、思い川に戻ってきました。朝阿波神社行ってきました。今から朝飯食います。道の駅が開いたので、そこでなんか手作り豆腐買ってきました。あと、手作りおにぎりと、トマト、ミニトマト、美味しそうです。はい、味噌汁ができました。それではいただいてみます。美味しいです。味噌汁とおにぎりは完食しましたが、もうお腹いっぱいになっちゃって、味噌汁で。夕張メロンと、それから買ったトマトは、お預けです。今日の昼か夜ですね。